皆さんどうもピーマンです。今回のイチローのレジェンド物語は4月の21日の試合からね始めていきますのでね、今回の実況では4月残るあと8試合なんですがね、この8試合をねプレイしていきますのでね、現在のイチローの成績はこんな感じ。打率は2割2分4厘安打19安打となってますね。いやー落ちるとこまで打率落ちてるんだよね。年間ヒストリーで見ていくとこんな感じ。もう辛いですよ。辛さしかない。前回の実況では14打席連続凡退がありました。まあ、15打席目にヒットを打ったわけなんですが、15打席目打った後以降もヒット2本しか打ってないんだよね。ひどいよね。打率のこんな感じですね。3割あった時期もあったんですから、そこはもう落ちていくだけですよ。上がったことほとんどねえや。このまま無様にね、4月の段階でこんな打率っていうのは本当にもう集大ですから、そんな集大一郎をさらさないから常に一郎っていうのはもう完璧3割打って当たり前の人間なんで、今回の実況でとりあえず打率をね、上げても最低ライン2割5分なんで、これを下回ると本当もうカスローですね。カスローゴミローになっちゃうんで、一郎でも何でもないのでね、乗せていきたいと思います。じゃあロッテ2連戦の1戦目やっていこう。シャゴユーいいデウンからヒットを大量に量産してやるぜバカ野郎この野郎、あんちゃんバカ野郎この野郎。もうチェンジアップ2球続けるか、ちょっと待ってくれよ。うわーもうフォークエグいわ、エグいエグ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 さエグすぎる、もうひどいね。いきなり追い込まれてる。ワン、ツーだ、フォアボール。フォアボールはちょくちょく選べてるんですけどね。出塁率は2割9分くらいあるんですけど、まだ低いからね。オーケーナイス！貫通したね。貫通ヒットいただきました。イーデウンの頭貫いていったよ。死んでるんじゃねえか？よっしゃまず1本イエース！これはいいよ。確実に捉えた打球だからね。そして得点圏、2アウトランナー2塁、来いや！得点圏打率は2割5分、16の4ですね。ここで離されないためにもね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。ああ危ない危ない危ない、いきなりクソみたいな凡退かますとこ、転がせば内野安打もあるわけなんだ。まずは転がしていかないとね。凡退するにしても転がして凡退しよう。はい三振3球三振だってよ、情けねえぞ一郎。世界の安打製造機は聞いて呆れるね。あんな三振していいのか。その後のこの三振痛いわ。5回の表3打席目このスライダーだね。さっき打ったのスライダーかな、カットボールかな、まあ、そんなに変化しない球を打ったからね。あの球もう1球来てくれたらセンター前に運ぶことができるんだが、フォークこれにはもう振ら、もう騙されない、俺は振らない、そう決めたんだ。よしどうだ、ライトに引っ張ったがファールゾーンに落ちる。ダメだ、タミガエすぎた後ファボルファル落ち着け。よし来た、ありがとうございます。これ取るのはねえだろう、今のが抜けない、マジで。クルーズの守備範囲どうなってんだよ、うますぎるだろう。あれ抜けないならもうどこ打てばいいのかわかんないけどね。マルチもらったと思ったのに。さて4打席目ワンアウトランナーなし。最悪だわ本当に。よし、あー打ち上げた、ダメだ。甘かったんだけどね。どうだ、もう一回来るか、終わりか。よし来た来た来た、ワーズランナー二塁、同点のところで回ってきた。一郎ここで打とう。対左に弱い一郎、ただ能力的には対左に強くしてるんだけどね。ミートもでかいでしょ対左の方が。それで打てないってどういうことよ。うわあこれはカスローさんですわ。一郎さんじゃないね、カスローさんだ。これはひどいよ。今日は5の1。そうだ、1本打った、しっかり打った。ただそれじゃダメなんですよ、毎日1本じゃ。いや今日は2本終わったと思ったけどね、やっぱあのクルーズの守備だよ。よく取れるなあれ、よく取ったな本当に。人の打率見てあいつ取ったのか。打率2割2分2厘の男の打球よく取れるよ。
2試合目やっていきましょう。先発は涌井さんだね。おお、今日の涌井さん絶不調いいね。来いや。これは、あ、でも一郎も調子悪いや。相手絶不調だったらこっちも調子悪いのか。まあでもこれはね、なかなか甘い球来ると思うよ。しっかりと球を見つつ、やっていこう。うわー、なんで一回ミートもう、最初にミート構えてたとこに来た、よし来たぞと思って、なぜか一回下げてまた上げるっていうね。そのまま普通に打ってれば多分今ヒットになってたよ。なんでそんな意味不明なことするの？わかんねえだ、オラにはもう。こんなんじゃもうダメだ。そら2割2分まで落ちるわな。まずは先頭バッターを打ち取っています。2割2分という数字は俺は好きじゃねえんだ。2割2分ならホームランは40本打たねえとダメだぞ。じゃねえと許されねえぞ。スリーボール、とりあえず1球見ましょう。どんな球が来ても振らない、ここはまず見逃す。フォアボールもあるからね。ここは1球見ました。見るよ、そら見ない人いないでしょ。ボールだ。一球見るって言ってその後も見るでしょう。なんでボールを振るかね。もうスライダー来たら反射的に振っちゃうんだよね。止められない、止まらない。バットがもう動いてる。イチローが動かしてんじゃないからね。バットが自動で動くんだよ。ワンアウトランナー一塁三塁、得点圏、打点を上げるチャンス。ここでイチロー犠牲フライ1本くらい打ちたいけどね、ヒットが無理ならば。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ファウルです。ここは中間守備ですね。まあ、バックホームとセカンドゲッツ両方狙える守備隊ですね。あ、なるほど。うわー、もう追い込まれた、打ち損じるなよ。そうですね、やばいな、やばいな、トゥートゥー。あー、最低限すらもできず、打点すらも上げれない。クソすぎないかい。もう全く、イチローが打席に立てばもう球場がため息に変わってるよね。ああ、またいつかいって、もう日本に帰ってこなくてよかったよってなってるよ。もう2割1分5、落ちすぎでしょう。よし来た、ヒット、これはありがとう。とりあえず2試合連続ヒットいただきました。センター前ですね。ああ、これが毎日出てくれたらねいいんだけど。甘いコースを打ち損じて、こういう高めギリギリのとこは打てるっていうね。普通逆だよね。厳しいコース打てるのはいいや。そんな能力いらねえや。さて得点圏、おお、大事な場面だね。チームは2対2、ワンアウトランナー2塁だ。大谷じゃない、大谷がピッチャーに立ってるよ。大谷じゃない、大谷から1本打っていこうよ。ここ大事。大谷どういったピッチングを見せるのか。はあ、嘘だろ。大谷の方は打ってるからね、本家の方はね。大谷じゃない大谷はどうなんだ。本家を打ってこの偽物を打てないっていうのはダメでしょ。いや、偽物じゃないけどね、本物だけどね。ああ、お前が誠の大谷だったのか。あっち偽物だったんだね。160投げる方はそっち打てて、これ打てないのか。さて最終打席になりますね。12回の表、6打席目。今日12回に入りました。オリックスバファローズ、打順よく1番から始まります。一郎バッターボックス。うわー、これ打ってもよかったかもしれない。まあどうせ引っ張ってセカンドゴロだろうな今のは。最後です。小宮山さん、もう想像できるっていうね。最後まで目を離せないですよね。ミートはそれなりにでかいんだ。見応えのあるゲームになっています。ボールになります。さあ4球目は何か。どうだどうだ、落ちるか、落ちろ落ちろ落ちろ、レッツゴー。久々のマルチ、何試合ぶりだ。10試合ぶりくらいじゃないかな。十数試合ぶりだね、ほんとめっちゃ久々のマルチだよこれ。これもまた高めの球？厳しいコース、高めばっか打つね。ハイボールに強くて、ローボール全く低め全然打ててねえんだよな。オッケーオッケーオッケー。どうだ？あ、チームは勝てない。いや、でもよかった。マルチですわ。はぁ、最高。
さてロッテ2連戦が終わり、今回が日ハム3連戦が始まりますね。もしかしたらまた大谷との対決があるかもしれませんぞ。とりあえずマルチヒット何試合ぶりですかねこれ。最後マルチ打ったのはいつだ。あーほら4月の1日だから、うわこれ何日ぶりだ、21日ぶりのマルチ。はあ、まあ、試合は毎日してるわけじゃないですけどね。うわ、そんなにマルチ出てなかったんだな。4月の1日ぶり。嘘。なんかショックだわ。打てたのに、喜びたいのに、そっちにショックを受けてるね。そんなに打ててなかったんだね。オッケー、わかりました。1戦目やっていこう。マルチ。打ったんだから、この試合ではマルチといきたいね。今日のピッチャー、絶不調いいね。うん。打ちやすいよ。イチローもまた調子悪いけど。そこが悲しいところがあるんだけどね。相手が調子悪い日くらいイチロー調子良くなってろよって思うんだけど。相方対右じゃちょっとミートはちっちゃいね。うわーダメだ、落ち、うわーもうファインプレー。どんだけてめえイチローのヒットを阻止するんだねえ。いやもう普通のライトぐらいかなと思ったら、意外にもギリギリのとこでファインプレーですよ。クルーズに続きお前もか、お前もなのか。オッケーいいだろう。そこまでイチローの邪魔をしたいんだな。いいいい、分かった。じゃあてめえのいないとこに打ってやるわ。もう本当にね、いい守備に阻まれるヒットね、打球っていうのは多いんだよ。これはどうだ。はい、1入荷ありがとう。うん、これは取れないな。これ谷口取るのはおかしいわ。これで取れアウトになったらおかしい、ぶち切れる。まず1本打てました。これで3試合連続安打、素晴らしい。量産中ですよ。1本ずつではありますが、1本2本、1本と来てるからね。1本2本3本っていきたいよね。バント、バントのサインが出た。まあしゃあない、チームのサインには従っていかないとね。決めるよ。はい、完璧に決めたらどうだ監督、これで満足か。いやいやいや、これサインをね無視すると監督評価っていうのはかなり下がりますからね。それで2軍落ちっていうのもありえますから、ここはもうしっかりバントのサインが出た以上はバントを決めていかないとダメ。正直打ちたかった、マルチを打つ自信はあったけどね。うわピッチャー変わってる、宮西になってるね。左ピッチャーか、まあ、ミートがでかくなるからいいんだけどね。最初は変化球できました。おお、ダメ、簡単2ストライク。あ、これ3球三振のパターンだ。違かったね、見逃せたね、よかったよ。うわー待てたんだけどね、じっくり待ったんだけどね。真正面、いつもなら多分タイミング完全に合わずに三振という無様な結果になってた。あー1試合目終わったね。さてお次2試合目、おー大谷との対決になりますね。はい、本日の先発は大谷 VS 金子千尋ですよ。前回大谷と対決した時の成績を見ていこうか。ここまで対大谷はどうにる大谷、対ソフト日ハムだな、日ハム。はい、大谷は5割ですよ、対打率2の1ね。そしてフォアボールも確か2個くらい選んでますから、1個かな。3打席で2出塁。1試合対決した時は一郎の勝ちでございました。今季2試合目の対決ではどうだ、どちらに軍配が上がるか。大谷からヒットを打ち4試合連続ヒットと行くか。行くでしょう、間違いない、一郎だからね。やっこいよ。現在の大谷の防御率は 2.25 か。いいピッチャーだよね。いいピッチャーだけど一郎に打たれてんだよね。もしも全チーム全一郎だったら大谷はこんな防御率になってないと思うよ。いやーもったいない、これは大谷から打てる唯一の球だと思うのに、それを真正面ショートゴロで、あれ打ち損じたら一郎今日勝てねえぞ。調子いい大谷が唯一投げてきた、多分、いやまだあの1球が来てくれることを信じましょう。あれが来ないと今日は打てないよ。ストレートは弾き返せるか、今のイチローが、衰えたイチローが。無理だと思うがね。前回打った時も確か変化球ストレートは打ててないはずなんだよね。スリーボール、うん、ここは1球見ていきましょう。コントロールノーコンか、お前は。スローカー、まあ、次も2ストライク目もちょっと見ていく感じでね、次のボールも。どうだ、うわ入ってるか、まあ、しゃーないわ、打ちに行こう。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。入ってるか、2球連続フォークか。
今のはボールだと思ったんだがね、インコースギリギリ入ってた。ギリギリでもないかな。いや、ギリギリだよね。うわ、大谷相手に今日2の2三振やられてるね。ここでやり返そうよ。2アウトランナー2塁、勝ち越しだ、打ったるわ、イチローがボケ。うわー、もうそれも打ってないと、もうもったいない、簡単に追い込まれたよ。あの2球、甘い球威が来たんだけどね。よし、ボール、トゥトゥ。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。どうだ、どうだ、どうだ、落ちるか。もう中島の反応良すぎるでしょ。なんでそこいるの。確実に落ちる流れだよね。打球反応良すぎるでしょ。打った瞬間にもうそこ行ったよね。そんなに追いつくもんなの。はぁ、もう最悪、俊足警戒されてますからね。定位置にいたらあの手の打球は落ちるんだけど、そのポテンヒットがないんだよね。もっとばらけてくれ。セカンド寄ってくんじゃねえ。さて、まだ大谷投げてるね。今日は3の0。完璧に抑えられてる。チームも1対1。試合は動かない。ここで流れを変えるか、イチロー。うわー、内野安打すらもない。今日は完敗だ。大谷に球速でやられてる、完全にね。どうだ、延長入るか。延長入らない。ゲームセット。オーマイガー。これで大谷との対通算打率は1割6分7厘、6の1と一気に落ちましたね。打てなかった。すごいピッチャーだ。あいつは無理だ、あいつは無理だね。フォアボール選べなくなってきてるな。一個も選んでないからね、今回の実況。選んでないよね。マルチはたがね。ほんで、あ、そうだ、前回の実況で打てなかったのか。連続安打も途切れたのか。4でストップ、あ、3でストップか。マジか、いろいろと失ったね。まずいな。スリーボール、イエス、ありがとう。ストライクかなと思ったけど、イエス、フォアボール選びました。今回の実況初めてだね。まあ、出塁率は高くキープしていかないと。高くないけどね、3割切ってるんですけどね。まあ、とりあえず3割は欲しいとこではあるからね。じゃないとスタメンから外されるかもしれないんで。4月ももう残る、あとこれ合わせて5試合だからね。5試合、4試合か、4試合、うん、合ってるかな。なんで、もう打ちたいのに打てないね。ナックルカーブ。これね、前回バンデンハークにもやられたんだよね、このナックル。あ、五十嵐か、五十嵐ナックルカーブでめっちゃ三振したんだよ。こいつも持ってんのか。うわー、もうチェンジアップってもう完璧じゃないっすか。人はもう、俺は完全ナックルカーブストレート待ちなのに、そこのタイミングでチェンジアップ投げる？完全にもうね、ずるいわ。ずるさしかないね。あー、2球打ち損じた。オーマイガいいコースだったんですけどね。インコース、トゥー。よし、来た、抜けた、イエース、フォー一本出ました、ありがとう。とりあえず2試合連続無安打とはならなかったね。完璧。これはここでこんなスライダー投げたさら、イチローも打つよ。ここまで全球ほとんどがベストピッチだったからね。ようやく甘い球来てくれました。やっぱ回を追うごとスタミナとか球数の問題でね、球威がなくなってくる頃合いなんで、狙いに行ったよ。来るなと思いながら。球数は98球、スタミナも赤。これは来るよ、甘い球。マルチと行こうよ。マルチ3出塁と行こうよ。本当にそうですよね。はい、来た、ありがとう。ベストピッチを打ってのマルチヒット、今回の実況2回目ですよ。 OK、 OK、 ヒットは出始めているぞ。これはもう、あのストレートのベストピッチを、ね、打ち返したもんね。
はあ、でもまたシングルなのか。ここまでヒット23本、これで4本目全部シングルだよ。ツーベースないっていうね。さ、三塁打もないよ。外野の頭越えたこと一度もないからね。まあ、いいんですよ、とりあえずは。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。今の球には手を出しません。猛打賞いけるか、これどうだ。46キロ、よし来た、猛打賞、レッツゴー。猛打賞なんでもう何試合ぶりだ。これこそ 20試合ぶりくらいになるんじゃないか。もう本当最初の方に達成した以来だね。オーケー、ナイス、気持ちのいい試合となりました。オーイエーオーイエーオーイエー、笑顔で終えれるね。あー、よかったよ。量産ヒット量産ですよ。フォアボールも選んで今日4出塁の猛打賞。止まらない、止められない、止まれない時代にやってきたね。イチローフィーバー始まるよ。フィーバーフィーバー、イチローフィーバー。さーて、今回の実況残る最後の3試合になりますね。楽天戦になりますよ。4月最後のカードになりますからね、これが。後悔のないように戦っていきましょう。そして、先ほど猛打賞は、猛打賞はやっぱもう最初だよね。はい、この試合以来だ。ほら、3月29日、5安打打った。5安打打った以来だよ。ほう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 。これこそもう20試合ぶりくらいになるかもしれないね。あの試合の感覚が戻ってきたよ、ここから。この楽天戦でヒット量産してね、とりあえず2割5分乗したいと思います。現在2割4分3厘となってますね。やっていきましょう、1戦目。しゃあ、最近5試合の打率3割1分8厘22の7、復活してきてるよ。あくまでも5試合のね、打率ですからね。3割打ってるんだよ、ここ最近。おお、これも、あったー、弾道が足りないな、捉えたのに。弾道が欲しいわ。パワーと弾道が今欲しくなってきた。2アウトランナー2塁3塁、得点圏でやってきた。ここで打てるか。得点圏打率は1割9分。落ちるとこまで落ちてるね。2割5分あったんだけどね。最近打ててないからな。カモカモカモ。打つよ。うわー、ダメだー。ここでも打てず得点圏凡退。落ちていくね、得点圏打率が。ほんで、猛打賞の後にお前、猛打賞の後に無安打とかやめろよ。そんな気持ち悪い展開求めてない。再び得点圏。ワンアウトランナー一塁三塁。燃える展開やってきた。ここで打点を上げていこう。防御率7点台の投手から一塁打てなくてどうすんのよ。入った、センター前ですね。ありがとう、得点圏久々の安打になりました。今季3打点目。レッツゴー、ほー。これ難しい球だけどね。なんで難しい球よく打てるんだよ。よくわかんねえよ。ちょ、危ないけどね。これもショートに若干取られかけ、たっぽい打球だけどね。さっきはこれ、この打球をクルーズに取られたんだよね。クルーズすげえわ、やっぱ。でも空気は読んでほしかったね。さあ、で、久々の打点を上げることができた。マルチとなるか。勢いよく行きたいね。ここでもマルチ打ったらもう、イチローフィーバータイム始まるよ。バファローズ、リードで迎える6回の攻撃です。西さん、ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいと思うんですが、いかがでしょう。イエス、スリーボール、ありがとう。これフォアボールあるんじゃないか。2試合連続選ぶ。まあ入れてくるわな。イエース、ありがとう、フォアボール、イエス。これで2試合連続2出塁、完璧じゃないですか。選べて、リードオフマンとしては仕事できてるよね。さて、2アウトランナー1塁。7回の裏、チーム8対2、余裕で勝ってる。12試合目の登板です。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。今のはよく見ましたね。はい、はい、来た。おー、よし、これはもう打ってくださいと言わんばかりの球だろう。マルチ、もう打賞の後のマルチ、もう打賞の後のマルチ、幸せになるのはマルチ、ヤバマルチ、ヤバマルチ。6打席目も来る。おい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 、神はイチローに2試合連続猛打賞を打てというのか。 OK、 任せろ。打率を2割5分2厘乗せたよ。2割5分にね、ここ大事だよ。乗せていこうよ。チームは余裕で勝ってるけどね。楽天ファンは何も楽しくないでしょう。ただ俺は楽しいよ、打ててるからね。はい、来たー、猛打賞ありがとう。いかねえのかよ、嘘だろ。は？今のは落ちない。
はあ、追いつく。いや、確実猛打賞だと思ったけどね。センターへのポテンヒットかなと思ったら、あー、まあいいでしょう、マルチだ。いやー、非常に気持ちいいね。ものすごく最高の時間を今過ごしてますよ。2試合連続マルチヒット中、最高。そして3出塁、今回もね、打点も上げることができました。お次2試合目やっていきましょう。さて、2割5分のステマス、この試合ノーヒットならばまた2割5分を切ってのお次の試合になるからね。4月も残るはこの試合合わせて2試合となりますから、緊張してると思いますけど、頑張ってもらいたいですよね。緊張の立ち上がりになります。猛打賞マルチと来て、次は何を来る、また猛打賞か。猛打賞でマルチヒットをサンドウィッチするか。いいんじゃないの、挟んでいいんじゃない、挟めばいいんじゃ、何者も挟むものだ。どうだ、抜けない、完璧なる甘い球を完璧に捉えたのに、これが抜けないっていうのは辛すぎるよ。もうほんとど真ん中だったからね、あの球を打ってきたのに、あの球を打てなくなったら終わりだよ。いや、打ってるんだけどね。やめてほしい、取らないでほしいわ。攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。今回の実況じゃ内野安打まだ1本持ってないからね、内野安打なしなんだよな。うわー、ファルカハウチ、フェアならば抜けて、抜けてないかな、ちょっと打球弱いからな、抜けはしないな。またファウル、なんて、そう、完全なるバットの先、バットの先から出るヒットはもうない。今のイチローにはね、確実に芯で捉えて外野持っていかないとないよ。内野安打もないしね。あー、トゥアートランナー二塁、2打席連続凡退中。いや、でもさっきもこの2打席連続凡退からヒットもフォアボール選んでるからね。うわー、腹立つわ、腹立つよ、本当に。なんじゃそれ、なんじゃそれ、あんた。7回の裏です。3の0、3の0なんです。打率は2割4分3厘。残念ながら今回の実況は、この試合は2割5分切って終わりそうですね。ここでヒット1本打っても2割5分切りますね。そういった余裕のある終盤を作ることができるんでしょうか。連続ヒットといこうよ。うわー、もうフォアボール一番やめてほしいわ、それ。ちょっとここは打ちに行く、連続ヒットでいきたい。うそーん、ここでフォアボールしょうもないって、もう選びたくないのに。お、チャンスできた、2アウトランナー1塁3塁。おー、神はいるね、ありがとう。さあ、来たよ、神は打てと言っている。3試合連続安打のチャンスをくれた。フォアボールも選んだ、今日はなんとか得点に結びつけたいですね。なるほど、そうですね。これが3球目、よし、きた、落ちる、イエス、3試合連続安打、そしてタイムリー、レッツゴー、2試合連続打点か。 OK、 今季4打点目、ほー、最高の打球となったね。ご覧いただきましょう、完璧に捉えたよ、完璧に捉えたの。そこんだけしか飛ばないっていうのも悲しいけどね。完全外野前ですけど、いや、いいわ、2試合連続打点中、3試合連続ヒットよりも2試合連続打点中、こっちは大きいよ。連続で打点上げたのこれ初めてじゃないかな、初めてだよね。なかなか打点上げれず苦しんでますからね。4月で4打点、1ヶ月で4打点か、しょぼいね。ね、どんだけ打ててない、まあリードオフマンですからね。でもリードオフマンでも、まあ、どうなんだろうね、別にまあそこまでひどくはないかな、言うほどひどくはないと思う。さて、お次が、4月最後の試合となりますね。楽天戦、先発はレイ。おお、このレイっていう投手もまたベテランですからね。イチローもベテラン、ベテラン対決ですか、いいでしょう。最後はイチロー、たくさんヒットを量産し、4月幕を閉じたいと思いますのでね、いきましょう。こいや、レイを打つで、4月これが最後やで、あんた、もうね、もう苦しむわけにはいかんのですよ。みんな打つイチローが見たいだろ、俺も見たいよ。最後のレイからたくさんヒットを打つ、ベテラン対決はイチローに軍配が上がるよ。
内野安打、内野安打、内野安打、はい内野安打、はい内野安打、あーもう嘘だろ嘘だろ、雑すぎるバッティング、トゥーノーから振りに行くジジイ、なんだこいつ、こいつなんじゃこのハゲ、なんじゃこの役立たず、嘘だろ一郎、それは一番やっちゃダメだって言ってんじゃん。しかし得点圏、現在2試合連続打点中、ここではどうだ、本当に一郎が調子を取り戻したというのならば、ここで打点を上げれるはずでしょうね。盗塁のサインが出てるの、打ちに行く、うんうん、よかったね、結果的に打ってよかったよ、うんうんうん、まあ、うん、トゥーアウトだからね、打っても打っちゃダメだったね、凡退しちゃダメだったね、あ忘れてたよ、トゥーアウト、トゥーアウトなの知らなかったからね、あワンアウトだと思ってたからね、あー最悪、あー死にたい、あー終わろう、うーん、4月は最後まで苦しめられるようだ、いやいやわからんぞ、ここまでね2打席連続凡退した後にヒットが出てるんだよね、ここ3試合ですか、2打席目以降からヒットが出る確率が高いからね、そうですよね、1球1打に集中してほしいと思います、ここで打てばいいんだ、とりあえずもう2割5分乗せて終わりたいんだ今回は、お願いするよレイ、ちょっと空気を読んでくれ、ワン・ツー、きたー、ファールかい、トゥートゥー、レイ空気を読め、一郎にヒットをよこすのだ、はい、きたー、ファール、あーもうど真ん中スイットを打てない、スイット、わー、しつこくカート粘るね。粘る、粘る、粘る。粘りなんていらねえ。粘り気なんていらねえ。アンダーが欲しいんだ。抜けない、一塁そのまま入ってアウト。3-0。おい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 。最後に 3-0。いや、まだわからない。まだ回ってくる。まだ回ってくるでしょう。いやいや、7回の裏来ましたよ。4打席目ね。2割4分4。ピッチャー、クルーズ。レイは変わってるね。よし、来た、これ内野だ、はい、確実いただきました、とりあえず1本ね、この1本で満足するつもりはない、今回の実況初内野安打になりますね、ここまで出てなかったからね、このコースにてはもう確実ですか、あ、もうこの時点で内野安打決定、はい、無理無理無理、そこからさせるショートは残念ながら日本にはいない、もう一回、もう一回来い、もう一回来い、あー来なかった、4-1かー、あーと1台すぎ回してほしかったな、うわもう里立つ顔が怖いよ、目がいっちゃってるじゃないですか、放送できねえよお前、プロスピはもっと目をちゃんとやろう、怖いんだよこの人たちの目見てたら野球なんてしてる場合じゃないよ、ほとんどの人病院連れて行かないとダメだよ、あの目がおかしいですと言っちゃってるんじゃないのっていうね、4打席連続ヒットになるが1本のみ、いやこれ2割5分は切ってるだろうね、2割4分でしょうね、はい、これで4月の日程すべて終了いたしました、あ、月間 MVP ですね、どうだ、セリーグ投手はマイコラス、野手はヤクルトですね、うわもう空もこんな、うわもうや山田が羨むし、これ見てよもう何この成績、うわもう最悪じゃん、32打点、ね、1ヶ月32打点稼ぐやつすごすぎないね、これ多分一郎フルシーズンで働いてもこれだけ稼ぐこと無理だと思うよ。ほんで、お次パリーグはソフトバンク、武田。うん、ほんで柳田。わーお、すごい成績だ。こちらもやばい。でも山田の方がすごいね。あいつは化け物だ。山田みたいな成績を一郎で出したいんだけどね。それは必ず。あ、2割5分乗せてるね。乗ってる乗ってる乗ってる。よかった。はい、最後2割5分乗せて終わりでございますね。はい、成績見ていきましょう。まずは年間ヒストリーですね。今回の実況は4月の21日、ロッテ戦から始めました。まずね、4月の24日まで3試合連続安打、久々のマルチも打つことができたんだが、4月の25日、これは、先発投手は大谷翔平でございましたね。大谷に打てず、ここで連続安打が止まったが、その後に猛打賞、マルチ、で、2出塁タイムリーでまたヒットで、現在4試合安打中でございますよ。調子が上がってきてる証拠だね。いい感じでヒットが量産できてる。そして現在のイチローの成績はどんな感じ？はい、現在イチローは打率は2割5分28試合に出場して102打数の30安打。30本すべてがシングルですね。究極的なアヘアヘタンダマンですね。長打率2割5分。打点は4打点で、得点圏打率は2割3分1。対右打率は2割7分1。対左が1割6分7。逆じゃないとおかしいんだけどね。なんか右から打てて左で打てない。これ左から打てるようになればもっと打率上げれるわ。
間違いないね。んで、得点13得点、三振が10個、フォアボール11個で、併殺が4個。盗塁は2個、成功率は5割で、出塁率3割1分3、乗せることができてるね。OPS は5割6分3と、ひどいですね。盗塁も全然してくれねえし、成功率も5割。いや、今んとこ総力もないからね。これはもう完全にアヘタンダマンですよ。ひどすぎるよ、みんな。こんな一郎ダメなんです。これじゃダメなんです。オッケー、じゃあ次回の実況から5月のシーズン突入となりますね。こちらでもたくさんのヒットを量産していけたらなと思いますのでね。ソフトバンク戦から始めていくのでお楽しみに。じゃあグバイ、また会いましょう。